吉田橋は、神奈川県横浜市中区の馬車道と伊勢崎町の、間の首都高速道路の掘割りにかかる道路橋である。1869年に架けられた2代目の橋は、日本初の無橋脚鉄製トラス橋、日本で2番目の鉄製の橋梁として知られる。現在の橋は1978年に完成した5代目である。 吉田橋関門跡の日江戸時代に、吉田官兵衛により埋め立てられた、吉田神殿と大田高明により埋め立てられた、大田や神田の間に流れる覇王岡川には、1859年の横浜港開港の頃に、仮橋が架けられ、東海道と横浜港を結ぶ横浜道が通された。外国人居留地とその外部を隔てる関門板書が置かれ、 この関所の内側にあたる一帯は現在でも館内と呼ばれている。3年後の1862年には仮橋から木造の元橋に掛け替えられた。この橋は多くの橋脚を建てなければ耐えられないほどの簡易なもので馬車の通行に支障を来すと居留地の外国人らから苦情が寄せられた。これを受け、1869年にお雇い外国人の東大義士。 リチャード・ブラントンにより、連鉄製の無橋脚トラス橋に架け替えられた。鉄材はイギリスに発注され、橋町は約13軒、幅約5軒、トラスの高さは約6尺で、工費は当時の額で7000円であった。1869年11月の完成から1874年6月までの間は、馬車一線、人力車五輪の橋税が徴収され、 鉄と金銭をかけて金の橋と呼ばれた。当時の絵師たちからも評判になり、御運亭、貞秀の横浜鉄橋の図、三代目、歌川広重の横浜吉田橋より馬車道行き神経などの錦絵に描かれた。吉田橋を通じて、館内の繁栄がかつて沼地であった伊勢崎町に広がっていくが、後の埋め立てにより橋が道路より低くなる事態となり、 1877年に、新州人の宮坂初太郎、土屋も十郎によって、五隻の台船を橋の下に並べ、仕の看板を利用して橋を 1.5M 向上する工事が行われた。1910年5月には16万円余りの工費を投じ、橋長約20件、中央景観60フィート、川景観25フィートの鉄筋コンクリート製三連アーチ橋への、 掛け替え工事を着工し、1911年10月に完成した。幅は12軒で、七間の車道の両脇に各2軒の歩道が設けられた。ヨーロッパ様式のモダンなデザインで、橋爪と橋脚上にはバルコニーが設けられた。車道部分には1912年に横浜市電の軌道が付設されたが、関東大震災後に軌道は60メートルほど。 下流側のハゴロモ橋に移された。第二次世界大戦後には地盤沈下によりアーチに変形をきたしたため軟弱地盤に耐えうる橋に掛け替えられることになる。1957年9月に着工、4714万円の公費をかけ、翌年5月には橋長38.5メートル、総幅22メートルのゲルバー式混合橋が完成した。 ハオオカ川は1971年に廃川となり、その後には1978年に半地下構造の首都高速横羽線が開通した。両岸の地上部は新横浜通りの上下線が通る。この工事に合わせ、吉田橋も掛け替えられることになった。1993年11月1日には、かつての関門番書跡が横浜市の地域史跡に登録された。 橋梁下層、丸い窓のある部分は、マリナード地下街。その下を通るのは、首都高速横羽線吉田橋地下のマリナード広場。左端の丸い窓は、上の写真の窓の裏側に相当する現在の橋は1862年の木造橋から数えて5代目にあたり、1978年に完成した。二層構造で、上部は二車線の車道とその両側の歩道からなる。 車道は、馬車道方面から、伊勢崎町方面の一方通行で、伊勢崎モールは歩行者専用道路であるため、橋を渡った車両は、新横浜通り、桜木町方面、または、吉田町通りへの右折のみ可能である。欄干は、二代目の金の橋をイメージした衣装が取られた。橋梁の下層部は、マリナード地下街の広場となっている。吉田橋から羽衣橋。 花園トンネル花園橋トンネル吉田橋の名称は吉田神殿及び道地の開拓に尽力した吉田官兵衛から取られた。古くは大田橋と呼ばれた時期もある。現在は京急本線小金町駅付近の大岡川に架か,かる藤田の浦船通りの橋が大田橋の名称を使用している。ありがとうございます。